マリア崇拝とは、聖母マリアを崇拝する宗教的行為。キリスト教では禁じられている。これは、カトリック教会でもマリア崇拝とは区別し禁じている。しかし、一部のプロテスタントの教派は、カトリック教会におけるマリア崇拝を崇拝していると捉え、批判している。18世紀及び19世紀において、様々なプロテスタント教派が、 マリア崇拝という用語を使い始めた。この用語は、カトリック教会におけるマリア崇敬、聖公会のアングロカトリック主義、そして、東方聖教会における聖母マリアへの新人業の実践について言及したものである。この用語を使用するプロテスタント各教派の見解によると、マリアに対して極端に注意を払うことは、神に対する崇拝から道を流行っているばかりでなく、 実際に偶像崇拝に接触するものだとしている。この傾向は時とともに様々な方向に向かっていき、その間に一部のプロテスタント教派はマリアに注意に対する彼らの態度を時々和らげ、その他の教派は21世紀においてマリアへの態度についてますます反対の立場を強めていった。その例として2006年5月のイギリスにおける ボルシンガムの聖母の祝典の間、聖公会とカトリック教会は聖母行列を行ったが、これに、プロテスタントは、カトリック教会は、偶像崇拝とマリア崇拝と書かれた看板を持ち、矢地を飛ばした。ローマ教皇を最高指導者とするカトリック教会は、以下のように分類し、三位一体の神に捧げられる礼拝を聖母マリアに対して捧げることは、 マリア崇拝として禁じている。フェミニズムにおいては、女性の思考性の表現として肯定的に見られている。ジョン・エイ・ハードン、現代カトリック時点、エンデルレ書店ジャン・カルバン、キリスト教皇用改革派協会、チャールズ・ホッチ、カトリックとは何ぞや、聖書図書館公会 HM カーソン著、夜明けか黄昏か現代ローマカトリックマイナス、聖書図書館公会。 プロテスタントとカトリックの団結ですかアイクム出版この語は、オックスフォード・リビング・ディクショナリーによると、乙女・マリアを偶像崇拝することとなっていることから、ここでは、崇拝と訳した。オックスフォード・リビング・ディクショナリーズ・マリア・ラトリ ハットヒストリーオブザ・クリスチャン・チャーチバイ・フィリップ・シャフ 1960ISBN0 から802880495ページーズ 411&422 キーガン、マシューシー、ブックレビュー、ザ・バージン、メアリー・イン・ザ、ライト・オブ・ザ・ワード・オブ・ゴッド、ワード・ジャーニー・マガジン、リリーブド・フロム、h t t p コロンススララッッシシュュ w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  o r d j o u r n e y y c o m ハットザエブリシングヤソブック、ヒズライフ、ヒズティーチングスバイジョン・ケネディ 2006ISBN1 から593377126ページ7、ウォルシンガムイン、リテラチュアカルチャーフロムザミドルエイジズ2モダニティ、バイ、ドミニク・ジェーン、ゲイリー・フレデリック・ワーラー 2010ISBN0 から754669246ページーズ12から13、稲垣よしのり、 カトリック入門チクマ新書第1冊2016年10月10日221ページ ISBN 978から4から480069146ジャネット・ケイ・ボールズフェミニズム歴史辞典明石書店 ISBN 47億5031万3254ありがとうございます